We are Uri。 はい、こんにちは、竹下敦です、今日ご紹介するのはですね、こちら、JBL、ミニリフレクト、リフレクトミニ2ですね、Bluetooth のね、こうイヤホンです、はい。僕はね、Bluetooth のイヤホンが嫌いで、音が良くないというイメージがあったんですね。以前ソニーのものを使っていたんですが、それは音色的には良かったんですが、それでもね、あまり Bluetooth 自体が、電波で飛ばすんでね、有線のものよりは確実に音質が下がるわけです。これも皆さんご存知だと思いますが、ということなんですが、僕自分の作った曲なんかをね、聴くときに有線タイプのね、オーディオテクニカルも使ってるわけですが、正直音がいいわけです。そうすると何でも聞こえちゃうんですよ、音がいいから、いわゆるスーパーハイレゾ状態ですよね。で、今の若いね子たちを見てると、ほとんど Bluetooth スピーカーとかイヤホンで聞いてるわけです。どういう音で聞いてるのか、たまにね、ちょっと聞かせてって言って聞かせてもらうんですけど、そのためにね、衛生面を考えてアルコールの消毒液なんか持ち歩いてるんですが、やっぱりね、聞いてみると意外と音がいいんですよ。あ、こんないい音で聞いてんだ今の子たちと思って、一時ね、ドンシャリって言われて、要するに低域とね、高域だけバッと出て中域がスカスカのねサウンドが流行って、それが若者のサウンドだと言われたんですが、これは嘘ですね。で、若者もちゃんとね、音楽の良し悪しっていうのは分かってます。この前ね、渋谷の、ミックスダウンなんかをねするお店行ってお話をしたんですが、やっぱミックスダウンって悩むんですよ。自分の声の声質とかね、そういうのをどういうふうにイコライジングするかっていうのすごく気になったんで、プロの、ミックスダウンのスペシャリストに話を聞きに行ったんですが、その方は最近若者人気の YOASOBI さんっていう、ユニットのバックトラックを作っている方で、非常にね、面白い話を聞きました。ほとんど仕事がないと。仕事がないというのは仕事あるんですよ。YOASOBI さんのバックトラック作ってるぐらいなんで、適当に打ち込んで揺れるように片付くようにタラララタタラララララチャラチャラチャっていうわけです。要するにね、歌唱力がありすぎて、ボーカルのね方がそんなに、いわゆるその歌唱力のない方の場合、マイナーでいいセブンスを入れたりするんですよ。この方が出すね、タラララララッとね、これを張っていくと、3度のとやってしまうと歌いにくいっていう歌い手さんがいるんですよ。とね、伴奏をつけると歌いにくいという歌い手さんがいるので、仕方なくこれをね、とやった方が曖昧さが出るんで、歌いやすいという歌い方があるんで、僕たち編曲家はね、瞬時に、歌う方の技量に合わせて伴奏を変えていくわけですが、YOASOBI さんの場合ほとんどディミニッシュでも何でも歌い切ってしまうそうですので、ほとんど自分勝手にピアノをチャンチャンチャンって入れてね、ベースラインもバン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 って入れて、ツタオメツタク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 って入れても、そこに静かにフォーって歌っちゃって、ほとんど無理がないですねという話でした。僕なんかの場合ですと、ああでもないこうでもない、あそこが歌いにくい、ここが歌いにくいって言われて、どんだけ下手なんだよと思いながら、なんとかちゃん頑張っていこうよっていう感じでやるんですけど、YOASOBI さんの方がほとんど楽だそうです。はい、全く文句が出ないそうです。なので、すっごい難しくして、もうピラロン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 バブラ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 僕はどっちがやりたいかって言ったら、今の方は全然幸せですね。YOASOBI さん、確かに
仕事してみたいですが、多分飽きちゃうと思うんですね。その方も、まあ、実際飽きてるわけです。うますぎるとフォローするのが私たちの仕事で、フォローするところがなくなっちゃうんですよ。そしてこれ意外とつまんないんですよね。だって自分の伴奏するの楽勝ですもん。だって自分がどう歌うか分かってるんだから、そのように伴奏すればいいじゃないですか。でも初めてのね、初見で譜面も読めないような方に伴奏するってなってやっぱ緊張するんですよ。その歌い手さんに恥をかかせてはいけないんで、絶対うまくいくような伴奏を考えるわけです、編曲家としてね。そういうのはね、すごく醍醐味でもあったりするわけですね、こういったことは。なのでカラオケのトラックとかね、結構面白いですよ、やりがいありますよ。みんなが歌えるように作るんですよ、みんなで歌えるようにね、みんなの歌ってぐらいでね、それはね、すごくやりがいのある仕事ですね。第一交渉さん、ありがとうございます、はい。でそういうわけでね、まあ、これからも僕の活動、そしてね、僕の友達の、活動を、まあ、サポートしてね、皆さんにご紹介していきたいと思うんですが、大変申し訳ないんですが、僕がね、お仕事もらえるようになって素直におめでとうと言ってくださるお友達、本当にありがとうございます。ありがとうね、サンキュー。しかしね、なんだかんだ理由をつけて連絡してこない人は結局マウント取り出したと思うんですよ、要するに。だからね、なんも友達じゃないですよ。この状況でおめでとうの一言が言えないような人は、いや友達じゃないなと改めて思いますね。だっておめでとうしかないでしょ、苦節50年ですよ。50年ギターペン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 って弾いてきて、やっと仕事が入るようになって、そんな人に向かってね、おめでとうって言えないような人はね、僕は人としてどうかしてるなと思いますね。俺だったら絶対言うもん、おめでとうって。自分とそういうのノリが合わないんだと思って、もう付き合いやめるのが一番ですね。もう僕の方から連絡しないし、連絡されてもカチッと切りますね。この状況で連絡してこない人はもう友達失格、人間失格だと僕は思います。はい、そんなわけでね、なんですが、それでも多分僕は、そういう人を許すでしょう。僕はそういうタイプの人間です。はい、全てを許し、受け入れるのが僕です。そういう人間です、僕は。だからね、こんなに長い間芽が出なかったのかなと思ったりもします。それでもね、この年になって、素晴らしい体験をさせてもらってるんで、夢のようでございます。はい、そんなわけで、ウーリーギターズラボ、まあ博士かな、はい、博士号取りたいですね。はい、竹下敦がお送りいたしました。そしてね、俺の仲間たちみんな素晴らしい奴らばっかりです、ベイビー。そんなわけで、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。じゃあね、バイバイ。